時刻は6時半になりました。澤田賢治最新ニュースのお時間です。レモジュリニュース1830。澤田賢治ライブ2022-2023、まだまだ一生懸命全国ツアーの、チケットソールドアウトから再販売となっております。月曜日のレモジュリニュースで、4公演を除く全公演がソールドアウトになって、いますというふうに言ったと思うんですけども、昨日ぐらいからだと思うんですけども、一部の公演が、ソールドアウトから再販売へと変わっております。詳しい内容はちょっとわからないんですけども、まあ、チケットの枚数が増えたとかそんな感じなんでしょうか。あくまでこちらは5月18日、本日水曜日のお昼の2時までの状況だと思って聞いていただきたいんですけども、まずは現段階で予定枚数終了の公演をご紹介します。7月24日日曜日の LINE キューブ渋谷東京です。そして8月27日土曜日の神奈川県民ホール大ホール神奈川県です。そして9月13日火曜日のフェスティバルホール大阪府です。そして11月19日土曜日のロームシアター京都京都府です。そして最後が12月24日土曜日の神奈川県民ホール大ホール神奈川県でございます。で、現在発売中なのが8月6日土曜日の新潟県民会館大ホール新潟県、そして8月29日土曜日の刈谷市総合文化センター大ホール愛知県、そして9月11日日曜日ですけども、神戸国際会館国際ホール兵庫県、10月1日土曜日有機市民文化センターアクロス大ホール茨城県、そして10月4日火曜日愛知県芸術劇場大ホール愛知県です。そして11月15日火曜日東京国際フォーラムホール A 東京都です。11月17日木曜日奈良百年会館大ホール、奈良県です。そして最後に12月11日日曜日、伊勢崎市文化会館群馬県です。以上となっております。先行チケット受付は2022年5月22日日曜日の夜11時59分までの受付となりますので、お早めのご検討よろしくお願いいたします。こちらはね、もう一度言いますけども、本日5月18日水曜日のお昼の2時、確認分となりますので、このように変動がいろいろあるような感じになっておりますので、必ずね、その購入前にチェックしていただいて、ご購入を検討していただけたらなとは思っております。そして前回も言いましたけども、一般販売の告知がこのピアのサイトに、されておりますが、6月25日土曜日の朝10時より発売ということで、8月27日土曜日の神奈川県民ホール大ホール、12月24日土曜日の神奈川県民ホール大ホール、ともに神奈川県でございますけども、こちらね、販売となる模様なので、合わせて、ご検討いただけたらなと思います。私、不思議レモンによるジュリー澤田賢治さんの楽曲カバーチャンネル、不思議レモンカバー澤田賢治、こちらの YouTube チャンネルもよろしくお願いします。概要欄にリンクを貼っております。ぜひ足を運んでください。不思議レモンでした。